み違うか違う。はい、皆さん、ついに来ました、この時は。5ヶ月間これ俺一回も食ってない。今回ハンバーガージャンク一回も食ってない。ついに来ました、これドン。イエー、あんだけ言ったミスタードーナッツ。これミスタードーナッツとか、はい、ここにあるもの、皆さんファンの方々にちょっと差し入れいただきましたね。ペヤングだったりとかね、クッキーだったりとかね、あとラスクね、あと団子とか、あとお手紙ねいただいたりとか、いろいろ差し入れたくさんありがとうございます。チートデイに、美味しく食べさせていただきます。はい、じゃあいよいよ食べてみます。おぉ、いただきます。開幕チートデイじゃなかった爆食開幕。ふーん、ふーん、爆食。やべ、もうね、この見ただけで汗ばんできてパンプしてきたわ。よっしゃ、じゃあ何か行く。やっぱバーガーキングか。はい、2年前ぐらいのマジの減量中にバーガーキングプロタンにいられて食えなかったから、食っちゃうよ、バーガーキング食っちゃうよ。心置きなく食べちゃうからな。あの時は匂いでパンプさせられたから。いただきます、バーガーキング。いきます。うまい、バーガーキング、うめえ、うん、これはもう、うん、それは匂いだけでさ、体パンプするわけだよこれ。はい、そして恒例のねピザ。ちょっとサムネイル撮るのに手こずりすぎてね、ちょっと冷めちゃったんですけど、恒例のピザマルゲリータいただきます。うめえ、これ食べていいの。悪魔的うまさなんだこれ、マジで。うん、今回の減量中、俺なんかサイゼリアめっちゃ食べたくなって、あの前通りかかる時に。で、俺サイゼリアでめっちゃ好きなのがさ、明太子パスタとミラノ風ドリアなんだけど、これミラノ風ドリア、チーズミラノ風ドリア、いただきます。うわ、見てこれ、こんなうまいに決まってるよね。まずいはずがない。うわー、うまそう。いただきます。何これ、何これ、すげえな。案件待ってます、サイゼリア。今の俺なら誰よりもサイゼリア多分うまく食べれる。これね、みんな知ってる、あのサイゼリアの辛味チキン、これうめんだ。いただきます。ずーっと鶏胸食べてたから、鶏っていうとね、鶏イコールも鶏胸だったから、手羽うまっ。うん、このさ、美味しい手羽にピリ辛のこのね感じと相性抜群だよこれ。マジうめえ。やべえ、体が冷めに張ってきて、わかる。うん、足まで結婚できる。ほら、うん、ふん。そしてやっぱりね、俺モスバーガー好きなのよ。
モスバーガーのこのロースカツ、これね、やっぱり俺好きなのよ。いただきます。うまい、これマジでうまい、うまいよこれ。脂のある豚肉をさ、油で揚げて甘辛いタレつけてんの、うまいよそりゃ。うまっ、うまっ。これをさ、普通に食べてっつって食べれる今、マジで幸せなんだけど。これたこ焼きね。たこ焼き、これなんか和風たこ焼きっぽいな。たこ焼き、いただきます。たこ焼き、たこ焼きとこになんでたこ焼きってこんなうめんだろうね。やっぱ小麦粉うまいよね。うまっ。口の中はね、たこ焼きたこ焼きしてきたところで追い込みでバーガーキング。バーガーキングパンチ入れんな、気合入ってる。満たされたところでゼロキロカロリーコーラ。くわー、バーガーキングをゼロキロカロリーコーラで流し込む、これ飛ぶな。ちょっといい、バーガーキングを食べて、ポテト食べて、口の中がうわってなってるところをコーラで流し込む。はぁ、これやせみな、飛ぶぞ。違う。やってる人なんですね。違う。やってる人なんよ、飛ぶぞは、ね。次、あ、俺ね、みんなにも何回も言ってると思うんだけど、パスタ好きなのよ、とにかく。これ明太子クリームパスタ。うまそう、うまそうだな、これ。これいいの食べて大丈夫？いただきます。うわ、明太子クリームパスタだよ。これないつぶりこんな明太子クリームパスタ、クリームなんて。いただきます。うめえ、明太子とクリームうめえ。明太子はね、米にのせて結構食べてたんだけど、クリーム加わるとやっぱちげえな、別次元に行くわこれ。うまっ。仕入れていただいたミスタードーナツを食べたいと思います。で、昨日の段階で一番好きなエンゼルクリームはもう結構食べちゃってるんで、ミスタードーナツ差し入れ、くれた方ありがとうございます。いただきたいと思います。こちら、これなんだろう、見たことねえな。これいただきたいと思うや。クロワッサンドーナツ的な感じ。あ、中にクリーム入ってうまい、うまっ。やばっ、口の中超見てて、しょっぱいしょっぱいっつってさ、ハンバーガーね、ドリアピザで満たされて、うわ幸せってところに甘いの入った瞬間、血糖値ドラーンって上がってね、もう一瞬で眠気きたこれ。もうなんか血糖値バーンって上がる感じがもうすげえわかる、うまい。そして今回ね、俺なんかやたら減量中食べたくなったのがこれ、コロッケなんだよな。すげえコロッケ食べたくなっちゃって、これカニクリームコロッケ、うわうまそう。いただきますよ。いや、ほらなんかやっぱ俺クリーミー系好きなんだよな、昔から。
母ちゃんの作るね、クリームコロッケとかめっちゃ好きだったんだよ。うわ、うまそう、これ見てよ、カニとクリーム、いただきます。うまっ。うん、めちゃくちゃうめえや。うめえよ、こんな。幸せだね。減量がしたからこそ分かるこの幸せ。日常の小さな幸せっていいね。幸せです。そしてこれ、つけ麺。このつけ麺うめえんだよな。うわ、やべえ、時間が経って麺全部来ちゃった。よいしょ。これをこの甘辛ダレにつけてかき込む。つけ麺してるところにドリア。うわ、頭がね、脳みそがもううめうめっつってつけ麺ドリアわーって錯覚してるところで、もう一回モスバーガー。もう脳みそがなんかどれもうまい、うわうわうわってなってるところで、いきなりここにコロッケ。脳みそをどんどんバーンにしてくれって。でもこれで脳みそがあれでな、満腹中枢いかれるんだろうな。ところでコロッケ。うめえ。今回あれじゃね、俺結構食えてない？気づいた？食えてますね、はい、今回食えてるよね、はい、多分俺これ全部いくんじゃね。だから1時間経ってます。1時間経った？はい。ぶっちゃけ言っていい？はい。結構ハイパイだった。さっきまではね、俺完食できんじゃねえかな今回って思ってたの、正直で言うと。そのぐらい今回さ、筋肉枯渇してたから、いけんなこれって思ったの、ペース的に。血糖値上がりすぎて眠くなっちゃった。結構出てない、腹ね、もうめっちゃやわく出てると思うじゃん。全然出てない。今回はまだパキパキ、見てこれ、あんだけ食べても切れてる。すいません。はい、ってことでですね、大会後毎年恒例の、爆食い、なんかもはやね定番見たくなっちゃってるんですけど、結局ねやっぱこれがなんか大会やっと終わりましたよっていう、なんかね合図みたいになってんだよ。もうこれが終了の鐘みたいな感じになってて、本当にこの瞬間が幸せです。はい、もう幸せな気持ちでいっぱいなんですけど、ちょっと胃袋がすげえちっちゃくなってて、ちょっと1回では食べれないんで、もう、ね、1日2日かけて、うちのスタッフと一緒に、またいただきたいと思います。はい、あとはですね、今回ねたくさん差し入れ、ね、ミスタードーナツとかもいただいてありがとうございます。はい、こちらの方もね、後日、美味しく食べさせていただきますんで、ありがとうございました。はい、ということでやっとね5ヶ月の長い減量が終わって、幸せな気持ちいっぱいです。まぁ、ちょっとね、ここまで爆食じゃなくてもちょっと数日は体と心と少し、休めて、また次の目標を作って、走り出したいなと
思います。じゃあ皆さんね、ピザもハンバーガーもいろいろサイゼリアも食べたくなったと思いますけど、食べに行ってください。今減量中の方申し訳ありませんでした。これを見て大会の励みにしてください。お先に食べさせていただいてます。はい、ということでまた見てください。じゃあバイ。I got a girl that compliments my fly, and when it goes down, I know she gon' ride. I finally got somebody I can call mine. My one time for the one time. I got a girl that compliments my fly.